専門家の監修のもと蛍光塗料を新型コロナウイルスに見立て実験を行いましたまず感染した人が咳やくしゃみをし口を押さえた手でつり革や手すりにつかまったとしますそのつり革を別の人が知らずにつかまるとウイルスがべったりと付着します同じように 手すりに触ってみるとこちらにもしっかりつきましたそしてこうした手で目や口鼻を触ってしまうとウイルスが体内に入り感染が引き起こされてしまうのですインフルエンザウイルスはマスクや服についた場合8時間から12時間は生きるとされていますさらに専門家は 表面がツルツルしたものでは特に長生きすると指摘します。では、ウイルスがついたつり革や手すりに触った手でスマホを操作した場合、手洗いをしても意味がないのでしょうか実験してみます。まず、ウイルスに見立てた蛍光塗料がついたつり革に触った手で、スマホの画面を操作すると、ウイルスがびっしりとつくことがわかります。 次に、このスマホをウイルスがついていない洗った手で操作してみますすると今度は手にウイルスがついてしまいましたスマホは電車に限らずさまざまなところに触れた手で操作しますそこでウイルスが長生きするためいくら手を洗っても感染の危険があるのです